お姉様、フランス入ってきて本当間違いなかったですね。そうだね。間違ったと思ってたろ。なんで楽しいんでしょう。幸せだね。まだグループ名さえない二人、彼らはこのワイダスな環境をその芸にどう取り込んでいくのでしょう。入れてよちょっとよ、若いつまめ。浅草でとちっこに教えてもらったグルメな店、鳥たこはちょっと変わった店。こんばんは。はい、あ、こんばんは。どうもいらっしゃい。こちらの方へ。客を一人入れるたびにご主人鍵をかけてしまいます。一元さんお断りだからね。いきなり紹介してもらった方ってなかなか入れないしね。自慢のレバーはフォアグラを使用。大根おろしつけて。あ、はい、わかりました。もう早速。はい、あのね、山椒も七味もあるけどね、つけないでもらいたいんだ。焼き鳥に大根おろしをつけるっていうのをの発祥の地はここです。これガーって混ぜてくださいね。お料理っていうのは品よく綺麗にって言いますけどね、うちの料理はかき混ぜて汚く食べた方が美味しいです。あ、おばさん前回ってくれる。あ、はい、食べ方まで指図する口うるさいご主人の打って変わって優しい声、やってきたおばさんとは。はい、来ちゃった。あ、また来て。あ、どうもすいません。タケノコの、うわうわ。どうやらここに向こう三軒両隣のお付き合い。はい、どうもありがとう。おばさん、またまたお願いします。どうもすいません。こちらは釜飯の店。じゃあとびきり美味しいのおすすめの、お米を入れるところから。はい、じゃあちょっと時間かかるんじゃないですか。そうですね、やっぱり2、30分はかかります。5分から6分でもし釜飯ができてきたとしたらさ、それもインチキだな。あ、そうそう、待っていただけで美味しいものを出せますから。はい、うなぎ屋と釜飯が早く出たら間違いない、ね、そう思っていただけるとね、ありがたいですけどね。いただきます。うわ、吟味した材料を使っての鶏釜飯、作り置きはせず注文が来てから作り出すので待ち時間は最低30分。風味と米の炊き方にこだわるご主人です。もうこのままで。そうですか。これだけでいいですよね。もう言葉少なの佐子さん、それがいつも美味しさの証明です。歴史が古いというだけで日本一怖いと言われる花屋敷のジェットコースター、そこから見えるのがもんじゃ焼きの店、どんなもんじゃ。この店の名物はキャベツとだし汁だけが材料の水もんじゃ。子供の頃のあの味を再現したものだとか。で、このまんま青のりかけて、黒カカオかけて、で、この青のりのね、あれで食べるの、香りで。そちらのお客さん、いただきます。どうも。いや、きっぷのいい飲みっぷり。うまい。おかげさま、大体あれですか、はい、とちっこ。はい、ここで生まれ育っております。4代目でございます。4代目なの。はい、これあれでしょう、はい、もうそろそろ三社です。え、もう今からもう提灯が昨日届きましたけどね、燃えてます。もううずうずしてます。明日あたりになるとお囃子の練習が入りますとね、こんな格好してやってらんねえやっていう感じでございます。はあ、もう血が騒ぐっていうんでしょうかね。一家総出ておりません。え、お父さんこちらお店やってんの。いや、やってないです。うちのなんか包丁一本持てないの。何やってんの。あのね、全く違う仕事で、ね、申し訳ないんですけどね、おかみさんが言葉を濁したその職業とは、店からほど近いというその場所だけを教えていただいて早速お尋ねしますと、なんとご主人の仕事は運勢鑑定士。相性は良かった。良かったね、やっぱね。向こうそう言ってませんでした。いや、うちみたいなこの全然全く違う仕事ですから、うちのの仕事の時は口を出さないと、そこは私の店のこっちの仕事の時はうちの皿洗いでも混んでる時、この間のゴールデンウィーク中なんてともこう悪いけど鑑定なんかしてる場合じゃないでしょうなんて、ここから電話かけてお願い、洗い物溜まっちゃったなんつってね。あ、そうなの。手伝ってもらう。お父さん呼んじゃうの。呼んじゃう。だって向こうだって混んでるかもしれないじゃないよ。いや、混んでないですよ、ああいう人の流れの時は。周りじゃもう私が尻に敷かれてると
それで浅草はいいんですよ。5月は浅草っ子が待ちに待った三社祭りの季節。浅草らしい店は食べ物屋以外にもありました。見つけたのはレコード店。ここ中古レコード屋さんなんですか？中古もやってるんです、ええええ、あ、両方やってらっしゃるんですか、ええ、あ、本当だ、ここにレーザーディスクなんかもあるあと上にね、ええ、あの昔のもっと古いやつがあるんですよ。あ、階段にもレコード。先代は中古レコードを扱ううち珍版名版のコレクターになってしまったのだそうです。昔の時代みたいな。そう、これが、これ浅草のあれだとか。これなんですか、昔の浅草って。これがね、俺こういうの、あの浅草のね、見物のやつなんですよ。遊覧というの。え、浅草見物って。見物、これほら、なんつうんですかね、浅草行きたくても来らない人が、その聞いて、あ、これが浅草だなっていうようなあれ、ちょっとこれ聞かせてください。昔風です。雷門前、どなたも忘れ物はありませんか。次は東町何ですか。これは実物だろうな。議題ね。それからあとね、昔ね、結構売れた人でね、このほら、柳亭痴楽という人がいたんですよね。この人面白いですよ。柳亭痴楽、ラブレターって書いてある。どうぞ、どうぞ、大いにお笑いくださいますように。この人、全部売れたんですよ。ささやかな方にも、恋物語からちょっと聞いていただきたいと思います。浅草の方ですか？今、浅草にいるんですよ。夕張っ子にも知り込める。あの頃目覚めて、そのまま僕と彼女は肩寄せ。忘れがたいこの顔、この声、痴楽さんは今どうしてらっしゃるんでしょう。恋に生きるも男なら芸に生きるも男ですとかなんとか言いながら気楽にベラベラ喋り出す芸道一途のこの姿。痴楽さんは目下療養中の身でした。今週は別法人で帰る。でいながらにして、そうそう、やっぱりこうなんか高座上がる時のこう夢みたいなの見るんですよ。あ、それは見るよ、やっぱりね。見ます、やっぱり夢は見るけどね、受けてる夢は見たことないよ。深いやって、これ、あてかにくなってなんて、そういう夢ばっかり。だったら、ゲームが覚めてね、はぁ、よかった、夢でよかったと思うね。話の枕に使った痴楽綴り方教室が大ヒット。昭和30年代、林家三平さんと並ぶ人気者だった柳亭痴楽さんは、豪快な遊びっぷりでも知られた話家。昭和48年に脳一血で倒れ、以来リハビリに励む毎日を送ってきました。老人ホームの中でリハビリを兼ねて話を披露したこともありました。やっぱでもそういうのってのはちょっとこう苦しいもんつき講座でやっぱりやりたいやりたいって、着物をもんつき着て、もんつき着て一度やりましょうか。それできるかね、やってみたいね。本物の講座から遠ざかって20年、近頃だいぶ具合の良い師匠に久しぶりの講座をとお弟子さんたちは考えたのです。台東区の、この間うちから弟子やなんか一回その浅草の演芸ホールの舞台に紋付き袴入って出たいって言ってんですよ。出たいって、まあ本来の落語のしゃべりじゃないですけど、講座師匠は上がるもんですから、はい、でお林さんの手配とか、はい、そういうことは我々ちょっと分かんないもんですから、はい、まあ古い方もいますんで、その人をお願いして。あ、その方が一番古いって、はい、そうですね、2番目なんですが、うちの内緒もお席亭が OK ならば。あ、そうですか、はい、お林さんも前田さんもうちの教会員ですから、おはようございます。あ、お姉さん、すいません。話し家さんにはその人のテーマソングとも言うべき出囃子というものがあります。はい、キルタ、キルタね、はい、20年ぶり大丈夫でしょ。大丈夫、ちょっとやってくれる。懐かしい。練習しました、昨日は。いや、しないでしょ。しないですか。もうぶっつけ本番で、その日の痴楽さん、ひどく緊張なさっているように見受けられました。でも今日はいいお天気。客の怖さ、芸の怖さを知る人だけが抱くというその感覚、それは余人には伺い知れないものだったのかもしれません。おはようございます。ご苦労さんでした。どうも師匠、ご苦労さんでした。痴楽師匠、いやーどうも、いやー、痴楽師匠殿、
これから講座で一緒に、どうもどうも。すみません。いや、とんでもない、とんでもない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。東京武将の言うことじゃ、さの言うことじゃ、遊亭喜楽はいい男、鶴田浩二や金之助、あれよりぐんといい男、広い返事を浜松町、そのことばかりは新橋で、第二波を有楽町、思った私がすっとんきょう、なんだかんだの行き違い、彼女は当時秋山ら、本当に浮かんだ言葉があり、読ませは消えゆく恋でした。喜楽住方教師。なんか嬉しいんだけども、なんかちょっとね、こうなんかうるうるするというか。でもいかがでした？本当に一番すぐ長く見下がった。涙出そうでしたね。我慢しました。嬉しくてね。師匠、またこうやってここに登られるんですか？いや、もう上がらないですよ。もうやらないんですか？どうしてですか？自分でよく分かってますよ。このしゃべりがね、僕らの人のしゃべりね、こうやってやるのは僕らの人しゃべりで、私はお金取れない。お金が取れない。あ、和田雅子さんが出てくると、ね、和王ってすごいですよ。これ今流行りですからね。浅草っ子は初詣の時に三社祭りの日の天気を祈るといいます。宮出しの時に履くんで、今のうちこさえとくんですよね。ところが無情にも神輿の宮出しの前日は雨。明日三社祭りで、親戚、兄弟、友達がね、5、60人来るんで、それのつまみ。しかし、当日は奇跡的な晴れ模様。いきます。住んでみなくちゃわからねえ。浅草神社宮頭のその一言で始めた浅草探訪。三社祭りの当日は、その折々に触れ合った懐かしい人たちの顔が出揃いました。いいよ。時代の流れの渦に大方の庶民は飲み込まれていくものけれど、飲み込まれつつもどっこいしぶとく生きているというのもまた庶民。浅草にはそんなふてぶてしさがまだ残っているようでした。三社祭りに関しては、浅草の人間っていうのは生きだとか、その見栄っていうものがあるんですよ。人と同じことをしたくない、人より何かこう変わってその目指したい。江戸の町人の心意気や気配り、そして律儀さや心優しさ、三社祭りはそれらが結晶した形なのでしょう。もう大変ですか？1年、今日終わったら1年に1遍のことだ。1年に1遍なんか この辺の人たちから見ると、もう三社祭りってのはなんか正月みたいな。そうですよ、もう正月以上、本当正月一緒。一緒。はい、どうも。よその路地に、看板に、頑固そうな顔に、じっと目を注げば自分だけの発見がある町。浅草はそんな町だと言えるかもしれません。三社祭り見てる喜楽師匠の顔ね、なんとなく胸詰まりましたね。目が輝いてましたね。そうね、喜楽師匠は浅草生まれではないけれども、長いことも浅草と関わってきてる。だからもういつの間にか浅草っ子なんだね。そうなんです、心根はね。だからあれだけもうまた講座に立ちたい立ちたい言いながら、一方でその講座に立った時に、いや俺のはもう金にならないんだ、銭にならないんだよって言い切ってしまうところ、あの辺が僕はね、やっぱり芸道の世界のね、生きさだなぁと。江戸っ子なんですよね。思ったよな、つくづく。私思ったのはストリッパーの一家、だからある日突然娘が出てきて、で娘もストリッパーにしちゃって、義理のお母さんと一緒に舞台に立つ。このパワーはそうね、すごいですよね。まあ、その細かいことはいいじゃないかと。そうそうそう、まあそういうそのなんていうかね、あまりことさらじゃないんですよ。だから巷でね、芸能人のスキャンダルなんて言ってること多分笑い飛ばしちゃうような ね、心意気があるんですよ、きっと。まあ今日はね、やっぱりそのいわゆる江戸っ子かたぎっていう人たちがたくさん出てきたけど、はい、やっぱりその昔